3月1日、TWICE は2023ビルボードウーメインミュージックアワーズに出席し、ムーンライトサンライズの圧倒的なパフォーマンスを見せ、ブレイクスルー賞を受賞しました。アメリカの女優で歌手のサブリナ・カーペンターが TWICE のブレイクスルー賞を発表すると、メンバーは優雅にステージに登場しました。チェヨンとツビは英語で美しいスピーチを行い、他のメンバーはその周りに立ってサポートしていました。またムーンライトサンライズのパフォーマンスで観客を沸かせました。その後、TWICE はビルボードのスタッフライターラニア・アニフトスのインタビューに応じ、この式典で表彰された最初の韓国人グループとなった感想や、サブリナ・カーペンターが彼らの賞を授与した時の感想などを語ってくれました。女性のサポートやガールズグループとしてのあり方について語る中で、グループとして強くあり続けるにはどうしたらいいかという質問に、サナは心温まる答えで答えてくれました。練習生の時からずっと一緒に過ごしていましたが、デビューしてからは一緒に過ごす時間がとても増えました。お互いの感情を間近で見てきたので、今はもっと理解し合えるようになりました。そして今では家族以上に仲が良く、お互いなしではいられない存在です。そんな中、サナは一人厄介な問題に直面していました。他のメンバーにマイクを渡そうとしても全員受け取ってくれないのです。その時の様子についてファンは次のように反応しています。サナはチヨンにマイクを返そうとしたが、チヨンの手は動かず、ナヨンに渡そうとしても知らんぷりをされた。二人はマイクが大嫌いみたいだ。マイクを持たされたサナとツビは助けを求めるかのようにアイコンタクトしてる。ははは、8年目に突入するのにまだこんな小さなことを恐れてるなんて面白い。ジョンヨンはマイクを拒否するチェとナヨンを見ながら無言で微笑んでる。このような反応も TWICE はいつまでも初々しいと言えるかもしれません。